フェイト、ステイナイト、フェイト、ゼロ、フェイト、ゼロはタイプムーンから発売された電気小説。著者はニトロプラスのウロブチゲン。キャラクターデザインイラストはタイプムーンの竹内隆タイプムーンとニトロプラスの初コラボレーション作品である。タイプムーンのノベルゲーム、フェイト、ステイナイトのスピンオフで SN では10年前の出来事として断片的に語られていた。 第四次聖杯戦争の詳細を SN の登場人物たちの一世代前の人々を中心に描く前日短となる。SN のシナリオを担当したナスキノコが作成した設定をうつろ縁が引き継ぐ形で執筆されており、SN では曖昧にされていた疑問点も伏線として回収する内容となっている。うつろ縁とフェイトシリーズの接点は2002年に遡る。当時、 ナスは SN のセーバールートを執筆していたが体調を崩しており、うつろ縁に SN のうちインタールードを代筆させる案が出ていた。しかし SN を導人ゲームではなく商業ゲームとして開発することが決まって虚武知への発注が困難になったことなどにより、この案は流れる。その後、SN のファンディスク、フェイト、フォローアタラクシアのゲストライターとして、 再度拒否ョフチの長が上がり、竹内が本人に執筆を打診したところ、第四次聖杯戦争を書か,かせてくれないかと逆に提案される。数度の打ち合わせを重ね、2004年冬にフェイト・ゼロの第一巻が書き上げられる。そして SN のスピンオフという性格上、誰でも手に入りやすい一般流通には載せたくないとの、うつろ縁の要望もあり、同人誌での発売となった。 コミックマーケット71のタイプ、ムーンブースにおいて第1巻が先行発売された。会場限定で設定資料やラフ画などを掲載した特別冊子、マテリアル、ゼロ、タイプムーンのブラック描き、おろしのしより特製紙袋が添付された。翌年の2007年1月13日より、同人ショップを中心に委託販売が開始され、秋葉原などでは完売が 相次ぎ、再入荷待ちの店舗も出た。当初は、同人誌と同じく通常の書籍流通には載せられておらず、ISBN コードも付いていないため、一般書店での取り寄せ、入手は不可能であった。販売形態は一部店舗での店頭販売、及びニトルプラスダイレクトフェイとゼロ公式通販で通信販売のみだったが、2011年1月から観光が開始された。 星会社文庫の初回観光作品の一つとして本作の文庫化が発表された。全六巻で同人版より新規イラストが描き下ろされた。2011年1月にテレビアニメ化が発表された。分割2クールで1クール目は同年10月から12月まで2クール目は2012年4月から6月まで放送された。テレビアニメ版の派生としてソーシャルゲーム フェイト・ゼロ・ネクスト・エンカウンター、フェイト・ゼロ第4次聖杯戦争展等のイベント化が行われた。マジローによる漫画版はヤングエースにて2011年2月号から2017年7月号まで連載された。2017年6月号で本編は最終回となり、7月号には三田誠が脚本を書き下ろした番外編が掲載された。 その他のスピンオフ漫画については漫画を参照。日本の地方都市、冬騎士では七人の魔術師、マスターが伝説上の人物をサーバントとして召喚して相争う聖杯戦争を繰り返してきた。聖杯には戦いの勝者の願望を叶える万能の力があるとされ、これまで三度の聖杯戦争が行われてきたが、聖杯の力を行使できたものはなかった。 1994年11月、主人公、エミア・ギレツグは、メーカー・アインツベルンの移植を受け、セーバーのサーバントを召喚し、妻のアイリス・フィール・フォン・アインツベルン、従者の旧マイヤと共に4度目の聖杯戦争に身を投じる。ギレツグは、聖杯の万能の力によって、世界平和を実現するため、非常に徹する覚悟で臨む。ギレ、ツグの他には、 魔術の総本山である英国から二人の魔術師、ケーネス・エルメロやアーチボルトとウェーバー・ベルベットがそれぞれ、ランサーとライダーを、冬木からは、東坂自身とその弟子、琴とミネキレイがそれぞれ、アーチャーとアサシンを、間切りガンヨルが、バーサーカーを召喚して参戦する。最後のサーヴァントであるキャスターは、連続殺人犯のアメセイ・リュウノスケによって偶然に、召喚される。 キレツグは、セーバーとアイリスフィールをおとりとして扱い、重火器による、隠密戦で、他のマスターを暗殺することを目論む。正々堂々を良しとするセーバーと手段を選ばないキレ、ツグは互いに、不信感を募らせながらも、キャスターとランサーを破る。一方、東坂の陣営ではアサシンを失った、キレイが、アーチャーの強さにより、自身を裏切って殺害し、アーチャーと再契約する。 キレイはガンヨルと組んで聖杯の器であったアイリスフィールを強奪し、マイワタルは光線の末に倒れる。ライダーはアーチャーの前に破れ去り、バーサーカーもセイバーとの激戦の末に退場する。残ったマスター同士の対決において、キレイツグはキレイを倒し、聖杯を手にする資格を得る。しかしの単馬で、キレツグは聖杯が望みを暴力的にしか実現できず、世界平和を、 人類の絶滅によって実現してしまうことを悟り、セーバーに強いて聖杯を破壊させる。壊れた聖杯からは泥が溢れ出し、冬気死骸を破壊して大火災を引き起こす。セーバーも、また、聖杯の正体を理解せず切れ、次の真意を知ることもなく消滅する。全てを失ったキレツグは、火災から救出した少年、シ郎を養子として、 冬気に陰性しひっそりと衰弱していく。一方、キレイトアーチャーは、聖杯から溢れた泥によって蘇る。聖杯を逃した、アインツベルン、トーサカ、マギリの三夜は次の機会を絶望し、すべての過酷と因縁は、第五次聖杯戦争につながっていくことになる。タイプムーン、u f o テーブルプロジェクト第二弾として、2011年10月より2012年6月まで、 独立局他にて放送された。全25話。分割にクールの放送形態を取ったため、第13話までを、第1期として2011年10月から12月まで放送。3ヶ月の休止期間を経て、第2期放送開始前に2週にわたって、総集編、リミックス I、リミックス2を放送した後、第2期、フェイト、ゼロセカンドシーズンが2012年4月から6月までが、 放送された。原作をタイプムーン制作をアニプレックス制作を u o テーブル音楽を梶浦由紀が担当するなど制作人のほとんどが劇場版ゾーラの境会からの続投である。アニメ化企画は原作一巻が発売された直後の2007年アニプレックスのプロデューサー岩上敦弘がタイプムーン代表の竹内隆に提案。その際、 竹内はアニメ化はまだ早いと一度アニメ化を断る。その後、原作4巻が発売された後、竹内から改めて映像化を目指したいと相談を受け、2008年に企画が始動した。この時点で u f o テーブルが制作を担当することはすでに決定していた。t v アニメとなった理由は、毎週続きが楽しみになるような作品にするためである。 フェイト、ゼロをアニメ化する企画過程で頑丈が、うつろ縁に持ちかけた企画が、魔法少女窓かま儀化である。脚本会議、アフレコ収録には、原作者のうろぶち玄が参加した。また、フェイト、ステイナイト原作者のナスキノコは、アドバイザーとして参加。最終話のバーサーカー関連のことについては、自らもシナリオ打ち合わせに参加した。うつろ縁は監修の他に、 ブドボックス I2 の特典ドラマ CD の脚本を担当。ボックス I はキレ、ツグとアイリスフィールの出会いを描いた前日タボックス2はキレ、ツグとシロウの生活を描いた後日タとなる。そのうち前日タは第2期の ED 映像として描かれた。アニメーション制作を担当する u f o テーブルは本作が初のニクール TV アニメ作品となる。制作は 脚本制作から撮影まで多くの作業を u f o テーブル社内で行っており、一般的な t v アニメで見られるグロス受けを行っていない。キャラクターデザインは空の協会でキャラクターデザインを担当した u f o テーブル所属の須藤智則に加えて新たに須藤と同じ専門学校出身であるイカリア・ツシが参加。二人で作業を分担してデザインを行っている。 須藤は、セーバー陣営、アーチャー陣営、ダンサー陣営のほゲンミネキレイ、マキリサクラなどのステイナイトに登場する人物を担当。イカリアは、ライダー陣営、バーサーカー陣営、キャスター陣営、アサシンなどを担当した。バーサーカーの制作は、大まかなアクションを指示したラフ原画に合わせて、CG と作画を撮影で合成している。音楽の一部には、映像に合わせて、 曲を制作するフィルムスコアリング方式を採用している。担当声優はドラマ CD と共通である。本作では従来放送局ごとに日時に差があるのが一般的であった深夜アニメ作品の放送日をできるだけ同日に設定するという試みが行われた。また日本国外でのインターネット配信も日本での放送日と同日に行われている。2011年時点では インターネットやモバイル端末の発展によって視聴者同士の交流が進んでおり、こうした試みはネットでリアルタイムに情報を得たり交わしたりしながら番組を楽しむような視聴者の需要に応えるものとして注目された。ニコニコチャンネル内の特設ページでは全8カ国語を字幕付きで全世界に向けて1週間無料配信を行う。第1期放送前には各週ごとに登場人物7、 人営それぞれを主役にした人営別 CM が7本公開され話題を呼んだ。第1話は1時間 SP となった。理由は第1話のラストに英霊たちの召喚シーンを持ってくるため放送枠に入らなかった場面も存在しており、それらはブドボックスに特典映像として追加された。また特典映像としてフェイトの世界観を解説するお願い。 アインツベルン相談室が制作された。ナスキノコが、脚本、竹内隆が、エコンテとして参加している。u f o テーブル関連店舗では、コラボカフェや、リアルタイム視聴会が行われた。また、u f o テーブル運営のアニメイベント、街遊びでは、トークショーや、上映会など様々なイベントが行われる。2014年、本編にあたる、フェイトステイナイトを、 空の境界、フェイト・ゼロに引き続き、UFO テーブルにより、分割にクール TV アニメ作品、3部、作劇場アニメ作品として、再び映像化されることが発表された。TV アニメの監督は、フェイト・ゼロで、第一期 OP の絵コンテ、演出などを務めた、三浦隆博。フェイト・ゼロ第19話の制作終了後、第19話の絵コンテを担当した三浦は、 タイプムーンの竹内から依頼された、フェイト、ステイナイト、レールとヌアの OP 制作に取り掛かる。その後、タイプ、ムーンフェスで公開された時の観客の完成がきっかけとなり、フェイト、ステイナイトの制作が決まり、OP 監督を務めた三浦が監督に指名された。一方、劇場アニメの監督は、フェイト、ゼロのキャラクターデザイン、作画監督、第5話エコンテ。 演出を務めた須藤智則。以前よりタイプムーン作品の大ファンとして、ナスキノコにも知られており、劇場アニメ化が決まった際に監督に、自ら立候補した。2019年7月、フェイト・ゼロにて生き残った、ウェーバー・ベルベットのその後を描く物語、ロード・エルメロイ2世の事件簿が一クール、t v アニメとして、制作、放映される。フェイト・ ゼロにて監督を務めた青木映画スーパーバイザーや演出家として関わり、青木が取締役を務めるトラウサがアニメーション制作を務める。フェイトゼロを制作した u f o テーブルも原画などで本作に関わっている。物語としては、TV アニメフェイトゼロと同じ世界線の物語になる。ナスキノコは当初、フェイトゼロを制し、2017年に、 フェイト、ゼロは、フェイト、ステイナイトの前日単であると発言した一方で、2014年ゲーム、ステイナイトの再アニメ化決定の際に、フェイト、ステイナイトは、フェイト、ゼロの続編ではなく、完全にはつながっていないと発言し、2015年に、フェイト、ゼロは、フェイト、ステイ、ナイトと登場人物や勝敗などの条件は、同じだけであるが少し違う世界、フェイト、ステイ、ナイトと、 ロードエルメロイニセイの事件簿は完全に同じ世界の物語ともしている。各話のサブタイトルは B パート終了時にカウントダウンと共に表示される。過去編となる第18話、第19話ではカウントダウンではなくサムタイム、サムウェアが表示された。第25話の A パートラストでカウントダウンは0時になった。第1話は1時間で放送された。 2012年1月2日には東京 MX にて第1期の一挙再放送が行われ、その中で第11話がオリジナルエディションとして初放送された。第1期の初回放送は各局60分放送。フェイトゼロカフェを原作とする短編の映画作品で現時点で2作品ある。 1> 第1弾2013年7月13日公開の劇場版ゾーラの境界俯瞰風景 3D と同時上映の短編作品月刊ニュータイプ2012年9月号から2014年10月号まで連載されたフェイト・ゼロのキャラクターがリフォルメになって登場する4コマ漫画を映像化第2弾2016年3月19日より徳島市にある u f o テーブルシネマでの上映が決定した。ありがとうございます。